はい、どうも、こんにちは。はい、本日もですね、はい、で、実際のね、電気自動車を使用してですね、実証実験をやっていきたいと思いますが、はい、本日やる電気自動車は、はい、こちらですね、テスラモデル3です。はい、テスラモデル3ですが、この車はですね、最新型の2022年製のモデル 3RWD グレードと、エントリーグレードということになります。はい。実はですね、これ前回の動画ではですね、はい、この車両を使って1000キロチャレンジをやったわけですね。で、まあ、史上最速のタイムを叩き出すことができたということになりますが、じゃあ果たして今日は何をやるのか。はい、それがですね、はい、航続距離テストになります。はい、現在ですね、今御殿場スーパーチャージャーですね、に来てですね、はい、今ですね、充電スタートさせてですね、はい、満タン状態まで充電をすると。ちなみにですが、今ね、はい、充電材料 98% の段階で今 60kW っていう出力を許容してるんですよ。これ、ちょっと、とんでもない、数値になってますが、これはね、やっぱり LFP の特性なんですよね。やっぱり LFP なんで、安全性がやっぱり高いので、瞬間ではありますけど、やっぱこういう高い数値を、許容することができると、はい、いうことになりますが、はい、まあ、いずれにしてもですね、はい、これね、充電材料 100% 状態までね、充電をしてですね、果たしてこの車ですね、はい、満充電あたりですね、一体何キロ走行することができるのかという航続距離テストをやっていきたいと思います。で、今回ですね、これ航続距離テストっていうのは主に2つの種類をやります。で、1種類目はね、いつもね、このチャンネルで言ってる通りですね、高速道路を時速100キロでクーラーをつけてね、走行した場合、果たしてどれぐらいの航続距離を達成することができるのかと。で、これが1個ですね。その後にやるのがですね、ハイスピードテストと言われるですね。特にね、新東名高速道路ね、120キロ制限の区間をもうフルフルで、120キロフルで出した場合にですね、果たしてどれだけ燃費性能が悪化してしまうのかというところを、はい、航続距離テストとハイスピードテストというこの2種類ね、実際に検証していくということになります。で、ちなみにですね、これ、1週間前あたりにですね、実はこれ2021年、1年前のモデルの航続距離テスト、ハイスピードテストをやりました。で、結論から言うと、その時の航続距離はですね、なんと420キロっていう航続距離を達成することができたということになりますから、今回ね、この実は、このね、モデル 3RWD2022 年グレードというのはですね、はい、フールパックウェンニューと、新品状態で 60.5kWh っていうバッテリー容量と、で、2021年製に関しては 55.1kWh になりますから、なんとね、これ 5kWh も電池容量が多いと。つまりそれだけ航続距離を走らせることができるということになりますから、まさにね、果たしてこの 5kWh 分の増量によって、はい、どれだけ航続距離を伸ばせるのか、むしろ逆にバッテリー容量が多くなっちゃうので、その分だけね、やっぱ車両重量上がっちゃって電気性能下がっちゃうと。だからこの塩梅が難しいわけですよ。で、その塩梅をね、確かめるために今回ね、実際に検証を行っていくということになりますと。でですね、今回ちょっとね、実は前回の1000キロチャレンジの伏線回収を1個やっていきたいと思うんですよ。実はですね、前回の1000キロチャレンジの検証を行った際にですね、1個ね、この RWD グレードの問題点として指摘していたのがですね、ここのですね、エナジーバッファーという項目なんですよ。まずね、エナジーバッファーとは何ぞやという話ですが、はい、もうね、聞き飽きてる人もいるかもしれませんが、これテスラ車っていうのは、充電材料 100% 表示から 0% の表示になった瞬間に、車両がシャットダウンしてしまうのかと言われたら、シャットダウンはしないんですよ。実は、0% という数値になってからも、さらに走行を続けることができると。で、その走行を続けることができる容量が、このエナジーバッファーという項目なんです。で、実は1000キロチャレンジの間はですね、ずっと、このエナジーバッファーがなんとね、8.5kWh という結構とんでもない数値だったわけですよ。で、この車って大体、まあ、平均電費が7とか8とか、1kWh あたり7キロとか8キロ走ると。そうすると、8.5 に7とか8をかけてあげるとですね、なんと5、60キロ走行できちゃう。つまり、充電材料 0% の状態から、さらに5、60キロ走行できちゃうわけですよ。まあ、そうなるとね、普通の人は 0% より下は走行しませんから、トータルの航続距離が、まあ、少なく見えてたわけですよ。だからなんでこうなっちゃってんだろうと思っていたわけですよ。しかしながらですね、皆さん見てください。はい。なんとですね、このエナジーバッファーが 3.0kWh まで減ってると。
大体ね、これエナジーバッファーっていうのは大体2とか3キロワットアワーっていうのが通常ですね。テスラ車に関わらずですね、大体、他の電気自動車も、ね、一般的には、この2とか3とかっていう数値になりますから、まさにこれ適正値ということになりますと。じゃあこれね、一体ね、なんでこれ、急にエナジーバッファーが減ったのかということなんですよ。これ実はですね、可能性は、少なかったんですけど、実はですね、1000キロチャレンジが終わった後ですね、充電残量がもうほとんど 0% になった状態から、さらにエアコンをガンガンつけて、もっとバッテリー容量減らしたんですよ。で、バッテリー容量減らしまくって、で、最終的にバッテリー容量全体で3キロワットはしか残らない状態まで、電力を使い続けたと。そしたらなんと、急に、エナジーバッファーが 8.5 キロワットアワーから3キロワットアワーにリセットされたんですよ。つまりこれ何が言いたいのかっていうと、多分ね、バグなのか何なのかは知りませんけど、おそらく何かトリガーがあったんでしょうね。で、最初はこう 8.5 キロワットアワーっていうようなエナジーバッファーになっちゃってたと。でも今回バッテリー容量を減らしまくることによって、その3キロワットアワーという、これも何かトリガーなんでしょうね。その数値に達した段階でエナジーバッファーが3キロワットアワーになったんですよ。で、じゃあね、容量が 8.5 キロワットアワー以上になっちゃったら、これエナジーバッファーが戻っちゃうんじゃないかなとちょっと一瞬心配だったんですよ。それがですね、今充電材料ほぼ満タン状態ですね。はい。今ね、60.7 キロワットアワーとバッテリー充電されてますが、エナジーバッファー3のままということ。つまりですね、このね、ユーザブルリメイニングですね。はい、実際に使用可能な、この充電残量、100% から 0% までのこのね、運用。ここは、57.7 キロワットアワーということになりましたので、まさにね、これ、航続距離テストっていう意味ではね、これ、もう、この 57.7 キロワットアワーをいかに使うかと。これ普通の人はこれね、エナジーバッファー使いませんから、はい、基本的にはね、このチャンネルはこの 57.7 キロワットアワー走行するのに、どれだけね、走行することができるかというところを、検証しますので、まさにね、これエナジーバッファーが、はい、規定値になったというところで、非常にね、嬉しいと、検証のしがいがあるということになりますので、これ、いずれにしても、こういうスキャンマイテスラっていうような、こういう専用のこれアプリを取らないと、わからないんですよ。今皆さん、これ RWD グレード持ってる方ももしかしたら、エナジーバッファーめっちゃ取ってるような車両なのかもしれないです。わからないです。だから、スキャンマイテスラつけられる人はつけてみて、もしエナジーバッファーが多いと、そうすると、実際に走行可能な、航続距離っていうのは、減っちゃうように見えちゃうわけですよ。だから燃費が悪いように見えちゃいますから、もしこれを改善したいという方はね、頑張って、このね、スキャンマイテスラとにらめっこしながらですね、この3キロワットアワー、3キロワットアワーっていうところまで電気を減らしてください、限界まで。そうすると、リセットがかかるのか、何かトリガーが引かれてですね、エナジーバッファーが3キロワットアワーとこの平常の数値に戻ります。はい。理由はね、定かではないですけど、はい、一応ね、こういうような挙動を示しましたので、はい。ちょっとね、気になる方はね、ちょっと調べてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあそんな感じでですね、はい、充電残量ね、これは 100% 状態ね、はい、充電完全にね、完了したらですね、はい、早速ね、はい、航続距離テストをスタートしていきたいと思いますが、はい、今回ですね、はい、ちょっとね、これ、あいにくの雨なんですよ。なので、ちょっとこれ、航続距離テストって意味においては、ちょっと悪条件であると。で、さらにですね、これ外気温が18度なんですよ。これ本当は、今これもう初夏ですから、もうちょっとね、これ暑いんですけど、今日はやっぱ雨降ってるんで、ちょっとね、冷房をつけるにはあれですと。なので、基本的にはここね、はい、20度と。いつも通りですね、ちょっと肌寒い時はですね、これ20度オートということになりますから、はい、これですね。はい。これをね、この状態のままですね、はい。この20度オートという状態でですね、今回出発していきたいと思いますので、ちょっとね、電気性能、ベストコンディションではないっていうところはね、ちょっと残念ではありますけど、しょうがないですね。これもテストです。はい、実際にね、充電残量 100% 状態になったらですね、この御殿場スーパーチャージャーからですね、はい、新東名高速道路でですね、まずは、通常のね、
航続距離テスト、時速100キロで、まあ、こう、クーラー、エアコンをつけて、達成可能な航続距離を、はい、調査していきたいと思います。はい、それではですね、実際にね、航続距離テストスタートしていますが、はい、あいにくのね、はい、雨という状況ですね。はい、あの、一点ね、ちょっと伝え忘れたことがあるんですよ。この車はですね、RWD グレードモデル3なんですが、特にその中でもですね、18インチのタイヤを装着しています。で、私が所有しているモデル32021年製に関しては、19インチのタイヤを装着しています。なので、確かにこれ一緒に比較する際はやっぱこの21年と22年の差もありますけど、それとともに重要なのがやっぱタイヤサイズですよね。やっぱり18インチの方がいい燃費性能出ますから、まあ、なのでそういう意味で言うとね、うん、ちょっとそのね、タイヤサイズの違いってところにもね、まあ、注目していく必要はあるかなと思います。ちなみにですね、現在の、タイヤの空気圧は全部で 3.2 ということですから、もうね、ほとんどメーカー推奨値ということになってますから、もうね、タイヤ空気圧もね、もう万全ということなので、今ね、現状ですね、テスラの、メーター上ではですね、時速102キロですね、GPS のスピードで時速100キロで巡航しています。途中ね、どこかですね、折り返し地点ですね、だいたい充電残量、まあ 53%、4% ぐらいの段階で折り返してですね、またですね、御殿場スーパーチャージャーの方にね、戻っていって、そこでですね、はい、実際にね、走行できた航続距離の、ね、数値を、はい、確認していきたいと思います。はい、ようやくですね、航続距離テストが、なんとかね、終了しました。はい、御殿場スーパーチャージャーにね、はい、戻ってくることができました。はい、充電材料ね、今もう充電をスタートしちゃったんですが、1% で到着したという形になりますね。はい、結果ですね、今回の、はい、航続距離ですね、455キロと、はい、で、4時間32分でね、4時間32分ということなので、うん。やっぱね、平均車速、まあ、100キロ。もうね、ジャスト100キロか101キロということなので、ね、高速道路をね、これ時速100キロで走行したという条件がね、当てはまったということですが、はい、このね、平均電費ですね。平均電費が124と、まあ、これを国産車の基準に直すと、8.06 と、平均電費8キロですね。ですね、今ね、御殿場18度なんで、今ね、いつも通りこれ、暖房というか、20度でオート、エアコンつけたんですが、途中ですね、やっぱり標高がこれ下がると、22、3度に上がったので、そんなにね、寒くなかったってことで、そんなにね、多分エアコンがこう、作動してなかったと思います。まあ、なので、いずれにしてもね、まあ、電気自動車っていう意味においては、そんなにね、外気温は悪い、環境ではなかったと。ただその代わりやっぱり、これですね。雨ですね。はい。雨はですね、もうね、9割ぐらい降ってましたね。もう9割以上ですね。だからほとんど降ってたという形になりますから、そういう意味で言うと、まあ、ちょっと路面状況的には良くなかったかなと。ただしですね、これは充電材料 1% で到着しましたから、まあ、ね、455キロを、まあ、0.99 で割ると。はい。そうするとですね。はい。今回の、はい。テスラモデル3、はい。2022年製のですね、テスラモデル3、RWD グレードに関してはですね、はい。充電残量 100% から、まあ、0% 状態まで走行するのにですね、460キロっていう航続距離を、まあ、達成することができると、いうことになりますと。これはもう、スタンダードレンジじゃなくて、ロングレンジですよね、ほんとね。うん。驚愕ですね。はい。で、当然ですけど、これ、テスラ車に関しては、はい、いつも通りですね。はい、エナジーバッファーがありますので、このね、3キロワットアワー分ですね。3キロワットアワー分が、この460キロにさらに3キロワットアワー分走行できますから、まあね、今回で言えば、電気性能これ8でしたから、
3キロワットは残されてますから、8、3、24キロと。まあ、なので、本当に、電結まで走らせるっていうことになると、462、さらに24キロと。いうことになりますが、このね、本チャンネルの検証、航続距離テストに関しては、そのね、下のバッファーっていうのは計算に含めませんから、このね、460キロっていうね、数値が、今回のね、2022年製モデル3 RWD の、まあ、航続距離ということになります。はい、それではですね、航続距離テストは完了しましたけど、あともう一個ですね、ハイスピードテストですね。今度は平均車速、まあ、なるべく120キロ、に、まあ、なるようにですね、もう120キロ区間、もうそのね、御殿場からスタートしますから、一気にね、速度上げて、120キロ制限のところをフルで走った上でですね、果たしてこのね、455キロ、特にね、この124Wpkmっていう電費が、ね、時速120キロになるとどれだけ落ちちゃうのかっていうところを、はい、次ね、検証していきたいと思いますが、ちょっとね、あんまりこれ、ハイスピードテストも満タン状態から空の状態までやるのは、ちょっと時間がね、あんまりにもかかりすぎちゃうので、はい、今回はね、充電残量これね、50% ぐらいかな、まで、充電をしたらですね、充電をして、で、こっちですね、すごいね、細かいバッテリーのね、容量が出てきますから、はい、それをね、メモっといて、でね、またね、この、新東名ね、走っていって、途中ね、どっか適当なところで折り返して、もう一回ね、この御殿場戻っ、スーパーチャージャー戻ってきてですね。で、それで、その際にね、まあ、残ったパーセンテージ、残ったエネルギー残量、これを、とね、あと走行距離、これを割り算して、まあ、大体ね、時速120キロ制限、で、平均車速、まあ何キロでした。その時に平均電費どれぐらいで、航続距離どれだけ走れたかっていうところをね、はい、ハイスピードテストで概算していきたいと思います。はい。なんとかですね、御殿場、スーパーチャージャーの方にですね、戻ってくることができました。はい。ハイスピードテストね、はい、が終了しました。はい。走行距離133キロというところで、まあ、1時間11分が経過したということになりますから、そうするとですね、133キロをですね、1.2 とかですかね。はい。そうすると、まあね、こんぐらいになりますかね。110キロ。まあ、111キロと。最後のね、インター降りたとか、そういうところを含めるとね、まあ、こんぐらいになっちゃうかなと思いますけども。はい。で、ノミナルリメイニングが 4.80kWh ということになりましたと。はい。ということでですね。はい。ホームグラウンドであるですね、川口スーパーチャージャー。はい。埼玉にあるですね、川口スーパーチャージャーに今戻ってきましたというところでですね。先ほどね、直近でやったハイスピードテストですね。と、あと、およびですね、普通の航続距離テストのね、結果を、はい、改めてね、ここでまとめていきたいと思います。はい。まずですね、これ一番左側ですね。これ一番左側が、はい、今回の、まず航続距離テストですね。通常の航続距離テストということになりますが、はい。結論としてはね、航続距離460キロと、いう、ま、数値が出てきたということになります。で、この2022年のね、モデル3 RWD グレードに関してはですね、EPS サイクルにおける航続距離が、ま、438キロと、特に18インチタイヤを装着した車種の場合は438キロと、いうことになりますので、はい。もうね、このことからお分かりだと思いますけども、EPA 航続距離超えてるんですよ。EPA 航続距離を、ま、結構なね、差で超えてきたと。いうことが、ま、お分かりになると思いますし、はい。特にね、これ、平均車速ですね。これ、時速100キロと。で、これ、平均車速なんで、その、途中のね、ちょっとこう、詰まっちゃったとか、まあ、渋滞はね、なかったですけど、ちょっと詰まっちゃったとか、あとは、高速のね、インター、入る前と後、降りた後ですよね。そこで若干、
数値落ちますから、まあだからそれを全部平均して100キロということなので、まあ少なくともね、これ皆さんが、あれクーラーをつけて、時速100キロで巡航しても、絶対達成できる数値ということなので、これはね、安心してもらっていいと思います。特に今回は、はい、ここですね、雨なんですよ。はい。特に航続距離テスト、この後のハイスピードテストもそうですけど、全部雨降ってたんですよ。もうほぼ9割以上雨降っていましたから、実際はね、やっぱりちょっとね、燃費性能には悪い影響を与えるということになりますから、まあそれをやっぱ加味してもですね、うん、非常にこれ素晴らしい数値というか、うん、が、明らかになったと思います。はい。で、右にね、移動すると、今度はね、ハイスピードテストの結果ということになりますが、はい、ハイスピードテストの結果に関しては、はい、360キロということになりましたね。まあ、EPA 航続距離で比較してもね、やっぱかなり数値は落ちちゃうなというところが、まあ、見て取れる一方でですね、まあ、平均車速が、ま、111キロ、もしくは112キロという感じになってますから、うん、やっぱ速度が上がると、これだけ、ま、燃費性能悪化すると。で、特にですね、はい、こっちもね、同じように雨降ってましたから、まあ、ね、通常よりも、もうちょっとね、燃費性能悪化しちゃうなっていうところになりますから、まあ、そこを踏まえたらね、まあ、ぼちぼち、まあ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 、時速120キロ制限の区間を、まあ、ある程度のスピード出して飛ばしても、そんなにね、360キロ走行できますから、まあ、少なくともね、この日本市場においては、この時速120キロ制限の区間っていうのは、新東名の大体ね、200キロもないぐらいの区間しかありませんから、まあ、そういう意味で言うと、もうずっとね、時速120キロで出し続けてても、ね、連結とか一切せずにね、余裕を持って走破することができると。まあ、そのように捉えてみるとね、もう必要にして十分なね、スペックを達成できてるということがね、多分お分かりいただけると思います。はい、そしてですね、今回一番注目しなきゃいけないのは、はい、このね、真ん中2つですね。真ん中2つのこの2021年製のモデル3スタンダードレンジプラスと。果たしてね、この1年のモデルチェンジを得てどういうね、進化を遂げたのかってところなんですよ。はい、結論としてはね、はい、このね、航続距離がですね、420キロだったものが、今回460キロにアップしてると、いうことになります。特に今回は雨が降っていましたから、はい、それをね、雨が降っていた。で、さらに、まあ、若干ですけど、気温もね、比較的ちょっと涼しかったってところがあるので、若干こう暖房が働いた瞬間もあったと思うんですよ。この20度オート設定の場合はね。だからそういうのも全部含めると、うん。確かに燃費性能は下がってるんですよ。21年モデルは 8.47kmpkWh だったのに対して、今回 8.06 ですから、あれ燃費下がってんじゃねえかと思われた方もいるかもしれませんけど、それはね、やっぱり雨とちょっと気温が幾分低かったってところが、まあ、こう影響してるのかなと。まあだからトータルで言うと、もうほぼほぼどっこいどっこいぐらいのイメージ。ただし、繰り返しになりますが、バッテリー容量がこれ 5kWh 増えてるんですよ。まあなので、そういうのを全体的に考えると、うん、やっぱり2022年製の進化、えげつないなっていうところがね、もうこの比較だけでもね、お分かりいただけると思います。はい、で、ちなみにですね、これ一番右の2つに関してはね、2021年製のモデル3ロングレンジですね。あとは、私のね、これ所有する同じですね、2021年製のスタンダードレンジプラスと。ただし、この右の2つに関しては、これどっちもね、冬にやってます。特に一番右に関しては、これ真冬の北海道で検証を行っていますから、まあね、ちょっとね、今回の検証とはあんまりね、比較にならないかもしれませんけども、はい。逆にね、これ冬場になると、まあ、こんぐらいね、航続距離が悪化しちゃうよっていうところもね、一つ抑えておくべき点なのかなとは思います。はい。という感じでですね、今回ね、2022年製最新モデルですね、今発売されているモデル3のね、エントリーグレード RWD をね、はい、使って、前回は1000キロチャレンジ、そして今回ね、航続距離テストを、まあ、やってきましたけど、まあ、これ結論から言えばですね、やっぱり、これ想定をこれ超えてくる電気性能、特に、やっぱ EPA 航続距離上回る性能を達成したというところは、これはね、やっぱね、素晴らしいなと思います。はい。ということでですね、はい、この460キロっていうね、まあ、数値が出ましたけど、これ皆さんね、まあ、どう思うかって話なんですよ。で、僕はね、この航続距離をね、見て、まあ一つ思ったことがあるわけですよ。果たしてね、この車がね、本当にね、
エントリーグレードなのかという問題なんです。つまりね、これ、前回の1000キロチャレンジと全く同じ結論になりますけど、ね、ロングレンジグレードっていりますか？これ、いらないんですよ。申し訳ないけども。だって、満充電あたり460キロ、時速100キロでクーラーをつけても達成できるわけじゃないですか。ね、そういう意味で言うと、もう、日本市場においてはね、もうやっぱ必要にして十分なスペック達成できてるわけですよ。だから、特にね、1000キロチャレンジの結果を見てもお分かりの通り、もう、途中の充電インフラをちゃんと設置していれば、もうこの航続距離では何ら問題がない。むしろ、これ以上バッテリー積んじゃえば、やっぱりその、車両重量重くなっちゃいますからね、バッテリーによって。そうすると、電気性能下がっちゃうわけですよ。だから、むしろそんな重いね、バッテリーをたくさん積むんじゃなくて、もう 60kWh が多分一つの打ち止め？もうこんぐらい搭載して、うん。で、電気性能をどんどん高めていくというところを、なので、まあ、今回やっぱ2022年製に関してはね、やっぱこれはもう一つのね、もうやっぱ完成形なんじゃないかと、もう個人的にはね、そういう風に思っちゃいますよね。はい。いずれにしてもですね、もうこれ本チャンネルのね、これもう結論出ましたけども、はい、基本的にはですね、もう、このね、2022年製、この最新型のモデル3ね、これを購入するといった場合は、もうね、この RWD 一択と、日本市場、はい、もう皆さんです。ほとんど全員の方がもう RWD 一択でいいです。はい。じゃあね、モデル3ロングレンジいらないのかと。いらないんです。でもね、いや、俺のね、ところは雪が降ってるとか、めっちゃ雪降るとか、めっちゃ寒いとか、もう北海道のね、陸別住んでるとか、いう方はいらっしゃると思うけども、そういう方は、ぜひね、モデル Y を買ってください。これモデル Y の、繰り返しになっちゃう、前回も説明しましたけど、モデル Y のロングレンジ AWD は、今ラインナップされてませんけど、多分2023年の早い段階で、どうせラインナップに追加されます。これはもう、世界的に多分そうなるでしょう。なので、今はね、ラインナップされてませんから、まあ、今はもう購入を諦める。ちょっと様子を見てください。で、もし奮発できるんだったらパフォーマンス買ってください。いずれにしても、はい、このもう日本市場で、テスラ何買えばいいの？もうね、今回の航続距離テストでもね、もう結論が出ました。はい。モデル 3RWD 買ってください、まず。もうそれでほとんど全ての方が満足できます。ね。でもね、やっぱりセダンだからもうちょっと広いスペースが欲しい。そして、寒冷地に住んでる、豪雪地帯に住んでると。このような方々は、ぜひね、モデル Y ロングレンジ及びパフォーマンスを買ってください。もうこれでほとんど全ての方のね、もうこれもう満足、いく。この選択肢だと思います。はい。じゃあそんな感じでですね、今回の航続距離テストのね、はい。まあ、素晴らしい結果出たと思いますから、このね、検証結果を参考にしながらね、競合の電気自動車とも比較しながらね、はい。2022年ね、まあ、および2023年ですね、はい。電気自動車のね、購入を検討していただければいいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。